たい平四郎さんが昔バンドイさんのモノマネやってあったんって知ってます？わかる、三郎四郎の四郎さんでしょ。はい、四郎師匠がやられてて、で、バンドさんが言うにはうちの家族は四郎がうまいっていうんやけど、うん、うちのマネージャーは全員上条が一番似てるっていうこれ多分全然もういいと思うんですけど、うん、バンドさんがやってるラジオで、うん、で僕その局にいたんですよ。で当時でまたバンドさんなんか再ブレイクみたいなのでめちゃくちゃテレビ出た時期あったじゃないですか。はい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 、はい、忙しすぎて本当に関西のあるラジオ局で、うん、バンドさんがエンディングまでやったら、うん、次の仕事の新幹線が間に合わんかっつって、うん、その局にいた僕がほんまにエンディングだけやったことあります。すげー、本当これだって誰も気づかんかったやろ、はい、でもまあエンディングだけなんで、うん、まあ要は番組の締めだけみたいな感じやろ。いや、そんでね、本当にエンディングだけなんで、ゲストがね、うん、あの代打の神様のあの八木さんだったんですよ、元阪神タイガースの。マジで、うん、八木さんと僕で最後むちゃくちゃですよ。ほんまに最後だけ、本日のゲストは八木くん、本当にありがとう、忙しいとこ、神様、八木様、もう僕のこともお願いしますとか言いながら、ほなさようならっていうだけやったんですけど、で終わってから、まあ、ラジオブース出たら、うん、やっぱ坂東さんって超一流の、まあ、タレントさんなんで、うん、ラジオ局の偉いさんとか、まあ、坂東さん今日もあれ出したみたいな感じで何人かこうね、うんうん、あのブースの外にちょっとこう来て見送りねしたみたいなを言いに来てましたもん、うん、本当に、うん、であれ坂東、坂東さんはみたいな、いやもう15分前にさっきの僕やんか言うて、うわ、それでも全然怒られなかったですけどね。すごい話やな、まあ、パチンコ屋の余興でも、うんうんうん、なんかあの、うん、ネタあるじゃないですか、いろいろ。そうやな。で、だから、うん、あの人30あ、止まった。止まったな。多分これスマホ熱持ってるパターンやな。エルシャラ代わりの資料の時と同じ。ええ顔で止まってる、またこれ。これまたええ顔で止まってるわ。上条くんがええ顔で止まってる。上条くん。上条くんがええ顔で止まってる。多分あれやね、あの、格安スマホって言ってたからさ、エルシャラ代わりの、うわ、切れた。そうやな。多分今日はこの辺が限界やろうな。うん。まあでもちょっと今何が心配かって、上条くんまだ喋り続けてんちゃうかなと思うんだ。そこだけが心配やな。まあ多分あの皆さんにお伝えしとくと、おそらくもうきっと帰ってこないです。すいません。電話してみようかな。LINE 電話したらあの、出てくる画面が坂東さんとのツーショットやった。出えへんな。あ、戻ってきた。戻ってきた。あ、戻ってきた、戻ってきた。お帰り。藤井さんすいません。お帰り。いけてます？全然いけてる。なんか逆にさっきより良くなってる音が。でもしか切れたらあかんか、充電しながらやってたのが悪かったんですかね。あー、そうかそうか。いや俺ももう帰ってけえへんやろうなと思って閉める気でおったわ。いやいや、あかんあかん、そんなあきませんね、兄さん喋るで俺。まだいろいろありまんねん、本当に。まだいろいろあんの、はい、俺これも絶対ちょっとアーカイブでは残されへんけど、松竹の師匠でさ、いやめちゃくちゃ面白いですね。うん、いやもうどんだけエピソードあんのと思って、羨ましいよね。ナイツの花輪くんとかがよく浅草の師匠の話とかしてるけどさ、そうやって師匠の話できる事務所って限られてるじゃない、吉本と松竹とあと浅草とみたいな。あ、そうですね。特にまあうちは本当にこの本のエピソードトークはタレント揃ってますね、やっぱり師匠。でもあれでしょ、あんまりこうメディアでは言えないような話もいっぱいあるでしょ。そっちの方が多いみたいな。いっぱい持ってそう、上条くんは。いやまあ僕も本当にいろんな人仲良くさせてもらってるんで、うん、言える範囲で何かある？俺そういう話大好きやねんけど。俺言える範囲ですか？いや別に言えない範囲でもいいよ、どうせ消すから部分はきっとその部分は切っとくから。あ、いやまあ言えるというか、ちょうど年齢0時、あ、知ってる、年齢症な、なんか知らんけど、はい、俺がめっちゃ小さい頃、はい、なんかたまにね年齢症がうちに来たりしてたの、はい、え、なんでか知らんけど、分からんけど、俺が小さい時。近所やったんですか、家。いや、なんやろうな、あれ。俺は安倍野やねんけど、本当に俺が。安倍野なんすか？俺、安倍野、実家、今も安倍野にある。僕、うん、めっちゃ近いですよ、天王寺なんで。おお、マジで？なんと、今日も、あの、安倍野のとこずっと車で、息子役やってるんで、俺、安倍野のチームで役やってるんですよ。
え、マジで？いや、ほんと、あの、俺最寄り駅昭和町やから。いや、俺もだって安倍の小学校から安倍の中学校行って安倍の高校やからな、俺は。うん、安倍のから浮気せず。え、安倍の中学校っすか？安倍の中学校よ、俺。それ、あの、白水健太さんと一緒じゃないですか、兄さん。ごめんなさい。もう誰やねんっていうのは失礼やねんけど、あの、どちらの？あの、2012年に大阪桐蔭が春夏連覇したじゃないですか。その時のピッチャーが藤浪晋太郎じゃないですか。はい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 、はい。で、キャッチャーが森でね。うんうんうん、西武行ったね。うん。はい。で、森は一学年下ですけど、その藤浪投手と同級生で、その時にセンター守ってた副キャプテンの方が白水健太さんって言ったので。安倍の中学な？安倍の中学ですよ。うわー、知らんかった。はい。その決勝戦でもあれ、唯一ホームラン打ったね。厚生学院本で。いや、もう出身中学まで抑えてんのキモすぎるやろ、もう。いやいやいや、お兄さん一緒ですよ。ほんで、この間も、あの、福井、高大福井の監督就任しましたんで。うんうん、あ、ほんま。はい、そうなん。地元の誇りやな、じゃあ。安倍のデルタとかよう言ってた、言ってましたもん。安倍のベルタな。はい。安倍のベルタの上マンションになってるやんか。うん、はいはい。昔、ブライアンと住んでたらしいで。嘘。うん、あそこブライアンと住んでてんで。マジですか。うん。ちょっと、としえ師匠の話からだいぶ離れていったな。いや、あの、としえ師匠ね。うんうん、何何？としえ師匠、まあ今も健在なんですけど、うん。舞台でネタをやらないんですよ。舞台には立つっていうこと？それは。舞台には立つんですけど。けど、ネタをやらないっていうこと？あの、舞台、まず出ていくじゃないですか。おう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 。で、立ったらすぐに、まあお客さん、いじいじするんですけども、その客席降りていって。うん、お客さんとこう、こっから来たんや。おう、そうか、香川か。遠いとこからもう混んで、な、今日一番思い出作って、もう二度と香川か出てくなよとか、ちょっといらんこととか言いながら、こう、いろんなお客さんと、だから今のコロナ禍では一番稼働できない芸人なんですけど、もうその、僕らやっぱ、劇場の楽屋でモニター見ながら、あ、今誰出番かなとか言って、うん、まあ今慣れたんですけど、いや、最初の時に、うん、え、誰やろって見たら、舞台からで、で、ね、みんなで焦って、舞台袖行ったら、トシエ師匠の声だけちょっと響いてる。うん、あ、トシエ師匠やった、もうまた、みたいな。あ、そう。まあそんな、あの、トシエ師匠なんですけどね、最近その、なんかまあ喋るだけやったら、自分の中で、あ、飽きてきたのか。ほう。なんかもうすでにもうネタとかやらないんですよ。もう舞台来て、バーって降りて行って、うん、この間、あの、コブ。コブ。出してるコブ。ほう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 。コブをなんかどっかかもらったんですかね。うん。このコブをお客さんに全員に配って帰ってきて、ちょうど時間終わったんです。はははは。初めて来たお客さんが、昆布配るおばあちゃんみたいな感じで。何やねん、お前。何やその昆布配り漫談。いや、漫談も喋ってないですよ。昆布配っただけ。漫談じゃない。昆布配りです。すげえな。また、大ベテランなんで、その日も鳥やったんですよ、としえ師匠が。鳥の芸人さんが。鳥の芸人さんが客席で昆布配ってて、それももう時間やからいうことで、なんか、どこ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 って、なんか太鼓なって、ほんで、その幕がブワーって閉まってきたんですよ。おーおーおー、でまだ、トシエ師匠客席で昆布配ってたんで。あかんやん。おーおー、最後、ほんまに幕最後閉まりきるとこに、あがあがあがって、その下、くわーって入り込んで、ほんで、もう一回その幕を自分でパッて開けて、ほな、ありがとうなって言って、その公演終わったんです。こうシャッター閉まりかけて、滑り込むみたいな。ブルース・ウィリスがやってる頃。いや本当に師匠の何がボケで何がマジなんかがちょっと最近よく分からんようになってきて、そうや、そこまで来たらな、うん、そうなんです。これはボケであって、うん、いや何してまんのって突っ込んでほしいのか、うん、なんか分かんないですけど、うんうん、で、まあ、この間劇場に僕早着いたら、うん、師匠だけいたんですよ。で出番なんか後ろの方やのにめっちゃ早く来てて、で僕と年師匠と、うん、あとまあそのお茶っ子いうか、なんかバイトの若い女の子だったんですよね。うんうんうん、ほんなら、バイトの子とずっと年師匠がずっと喋ってて、ね、そのバイトの子がなんか買い物かなんかで外出て、年師匠と僕二人だったんですよ。うん、ほんなら、その年師匠がどう見てもその椅子ですよ。椅子の方に向かって、
本当爪切り取ってってずっと言ってて。で爪切り取って、ちょっとあんた座っとらんと爪切り取ってって言って。で、怖い。多分そのなんか怒った女の子に多分言ってるんやけど、うん、そこには僕と師匠しかいなくて、うん、なんか椅子の方を見てるから何かなと思っとったら、椅子に黒いリュックが、この分かりません、椅子の背もたれのとこにリュックが黒いリュックかかってたんですよ。それがなんか黒髪に見えたのか。爪切り取って。ちょっと、爪切り。あんたバイト代持ってないや、爪切り取ってってずっと言ってて、うん、座ってんとって言ってるから、絶対この椅子に向かって行ってはるって思って。で、僕が爪切り取って渡したんですけど、兄ちゃん悪いな、兄ちゃん、そんな、兄ちゃんも芸人やから出番一緒やん、私とな。うん、あの子違うで、ここの裏方でお金持てんねやから。教えたってくれや、もう。リュックに向かってずっと言ってたの。かわいいなぁ。ああ、すごいですね。チャットでほら、道頓堀角座の頃に、あの、客席から戻るのを手伝ったことがあるっていう、スカイルヒロキっていうのは。マジですか？スカイルヒロキくんな。まあ、ご高齢やからな。どうね、それこそあれじゃ、どんちょう閉まるときにこう押し込んだんじゃ。最後ね。最後。どんと押し込んでくれた方っすかね。衣装ギリギリです、言うて。